いろいろですね、まだ開封してないものがたくさんありまして、開封動画を、これはまあ開封してるんですけど、開封動画をですねアップしていきたいと思います。で、今日はトミカのミニ四駆ですね。懐かしの、このアバンテ世代ではないんですけど、僕はですね、こっちのマグナムセーバーとかレッツ&ゴー世代ですね。こちらかなりですね、懐かしい感じではあります。よいしょ。はい、開封していきたいと思います。どんな感じなのか、まずはアバンテの方からいきますか。はい、僕が小学生の頃めちゃくちゃミニ四駆で遊んでましたね。一番遊んでたのがもうミニ四駆ですね、小学生の頃。漫画もね、コロコロコミックでレッツ&ゴーは連載されてて見てましたね。コロコロコミックもいつも常に買ってましたね。確か月刊、コロコロコミックは月刊だった気がするんで、毎月買ってました。で、いろいろコロコロコミックに付属、おまけで付属してたやつとかも持ってたんですけどね。まあミニ四駆系のやつもありましたし、遊戯王系のやつもあったんですけど、多分当時、まあポケモンカードとかもありましたけど、当時のおまけをですね、今も持ってたらかなり希少価値が高いやつがいろいろありそうな気がするんですけど、ちょっと実家に全部置いてて、未だに残ってるかどうかわかんないんですけど。はい。とりあえずアバンテ開封しました。なるほど、トミカだからこのサイズなんですね。なんか結構箱が大きかったからね、なんかもうちょっと大きいのかなと思ったんですけど、思ったより小さいコンパクトな感じになっております。こちらはもうこれだけですね。アンケート実施中という、特に説明書とかは入ってないみたいです。はい。おお、いいですね。あ、ローラーも回る。ま、ローラー回るようになってる。タミヤ。トミカ。お、いいですね。なんかここ。なんか、ここマットな仕上がりになってる。ここ。いいですね、アバンテ。すごい軽いです、軽い。トミカってね、結構なんか鉄な感じするんで重いの多いんですけど、プラスチックですね。この辺。これ、プラス、これ完全プラスチックですね。このシャーシの部分もプラスチックですね。軽量化されてるんでしょうか。軽っ。でもなんか、チャッチー感じはしないですね。うん、なんか、いい感じです。はい、じゃあこっちも。まあ色違いなだけだと思うんですけども、開封していきますか。思ったより軽かった。鉄でできてないんだ。ボディはプラスチックでできてますね。トミカだからなんか鉄かなんかでできてるんかと思ってたんですけど、はい、ちゃんと切れてなかった。あら、これで全部切れた。そういうこと。これ切れてない。切れてるよね。うまいこと。あれ、なんでこれ、なんで開かないんだ、ここ。開いた。なんか引っかかってた。はい。色違いのアバンテですね。はい、はい、はい。軽い、やっぱり。プラスチックでできてます、ボディ。こっちはなんか、ツルツルですね。この黒い部分。
もうちょっとなんか違う塗料使ってて、マットな仕上がりと結構ツルツルな感じですね、こっちは。うん。側面、ローラーはね、こっちもしっかり、回りますね。うん。なんかうまいことこれを動くようにしたいですね。うん。走るように。なんかラジコンに改造できたらやってみたいですけど、ちょっと僕にはその技術がないんで。できないですけど、なんかできたら面白いんだろう。はい。で、ローラーがね、せっかくついてるんで、なんかコースかね、コースかなんか作っては走らせたいですね。ラジコンみたいに動かせないにせよ、電池とモーター入れて、ミニ四駆的な感じで走らせたりとかしたいですけど。さあ、こっち。今度はマグナム。マグナムセーバー採用しますか。ソニックセーバーからいきますか。レッツ&ゴーで言うと、レッツの方ですね。はい。懐かしい。懐かしい。で、ミニ四駆は本当何をきっかけにやり始めたかすらも覚えてないぐらいもうやってましたね。もういつの間にか。はい。気づいた時にはもうミニ四駆で遊んでたっていう感じですけども。おー。なんかちょっと重いぞ。重い？ん？なんかちょっと、ボディ鉄ですね。アバンテは、なんかすごい触った感じ、プラスチックな感じするんですよ。すごい軽いし。うん。これもなんかね、すごい軽いし、なんか冷たく、なんか触ったか？どうなんだ？わかんない。ちょっと僕の、わかんない。一応鉄なのかな？わかんない。なんか触った感じすごい軽いし、ボディが小さいから、でも、なんか、わかんない。ちょっと鉄かプラスチックかちょっとわかんない。最初プラスチックって言ってたんですけど。これ明らかにこれ鉄ですね。こっちは。うん。ここはプラスチックですね。ここの部分はプラスチックですけど。ボディは明らかに鉄ですね。触った感じも冷たいですし、硬いですし。あと、あれですね。ここのローラーは回りますけど、こっちのね、ローラー回んないですね。このボディについてる。これはね、なんか回るかなーって期待してたんですよ。回ったらね、ちょっと、あれ、すごいなと思ってたんですけど、ここは回んなかったですね。残念ながら。うん。はい。ボディはね、かなり硬いし。うん。あ、ここなんか、あれだ。ここすごいうまいこと再現してますね。うん、ふん、ふん、ふん。はいはい。ここの、ここモーターがあって、ここギアがあるんですけど、そのギアがね、今ボディと一体になってるんじゃなくて、ちゃんとね、下の部分から、出てる感じになってて、それがちょっといいですね。うん。ここ。その辺の部分はちょっと凝ってる感じがします。うん、うん、うん、うん。はい。このウィングはかなりダウンフォースが効きそうな角度ですね。はい。じゃあ次、マグナムセーバーいきますか。ダウンフォースっていう使い方あってたかな？はい、はい。すんなり開いた。さあ、マグナムセーバー。おい、おー。ウィングはソニックセーバーと比べて、全然、向きが全然違います。これがもう特徴ですね。うん。
で、基本それ以外はね、ほぼ変わんないと思うんですけどね。このウィングの向きと、まあ色合いは変わりますけど、形的にはこのウィングの違いぐらいしかないんじゃないかなと思います。うん。鉄でで、完全に鉄でできてる。色塗ってますね。いいですね。いいですね、これ。いいですね。うん。あの、ミニ四駆好きのね、方はね、いいんじゃないですか、これ買っても。うん。で、なんか技術がある人は、あの、もう一個余分に買って、これ改造して走るようにしたら面白いんじゃないですかね。うん。いいですね。うんうん。はい。あ、お風呂が沸いた音がします。こう結論買ってよかったなと思います。トミカのミニ四駆。うん。またなんかあ、次の新しいシリーズも出るんですかね。うん、出たらまた買いたいなと思います。はい、じゃあこれで終わります。お疲れ様で、ちょっと拡大、うん、こんな感じです。こんな感じですね。すごい軽い。これがね、ちょっと鉄かどうかが未だに。でもなんかだんだん触ってきたら、なんか鉄っぽい感じもしてきた、このボディのところ。このウィングは完全にプラスチックなんですけど。うん、なんか鉄はなんかひんやりもしてき、触ってたらなんかだんだんひんやりする感じもしてきたし、なんか鉄かも。シャーシもね、シャーシはなんかね、プラスチックっぽいんですよね。うん、なんかぬくもりを感じますし、冷たさじゃなくて。こっちもそうかな。こっちもそうですね。シャーシは、どうだろう。わかんない。こっちのシャーシはなんか、いや、でも、プラスチックっぽいか、プラスチックっぽいかな。まあ、プラスチックであろうが、鉄であろうが、どっちでもいいんですけどね、僕は。うん。わかんない。うん。はい。これ回す、さすがに回せないか。普通のミニ四駆だったらここ回してボディをね、取ったりするんですけど、あの、もしボディが外せる、まあ、外せないと思うんですけど、外せる仕様にしてくれてたら相当良かったですね。外して中身見れるね。仕様にしてくれたらすごい良かったんですけど、まあ、ここのローラーが回るというところだけでも、まあ結構、ね、大変だと思うんで、うん。ここはね、さすがに回んなかったらちょっと残念でしたけど。はい。お疲れ様です。